ミッケフハオチーライ、あれに乗ったことはね覚えてるダイナソーっていうさ、みんな知ってる USJ にこう体めっちゃ前のめりになったまんま行くジェットコースターあるんだよ。コロさんはね昔一回乗ったことあるらしいんだけど、もうね一回乗ったら怖すぎてもう乗ることはないだろうと思ってたらしいでも僕もね来たからにはちょっと乗ってみたかったから、コロさんがいや怖いよ絶対ってずっと言ってんのねでもさ、コロさんこの取ってくれたパスの中にさダイナソーがあるってことは乗ってもいいってことなんでしょって言ったらさ、ちげえよこれどれにでもついてんだよこのダイナソーはーって僕はさパスの中についてるから全部乗っていいのかなって、まあまあでもここまで来たら乗りますかって言って、コロさんも怖いと言いつつじゃあ乗るって言ってくれたからそうでも乗ってくれる。コロさん絶叫が苦手なわけじゃないらしいんだけど、本人曰く乗るまでの情緒の乱高下が激しいらしいうわー怖い、はー怖い、あーでもあー怖いってなるらしい、でも乗るらしいなんか怖くて絶対乗れないってタイプじゃなくて、乗るんだけど乗るまでうるさいタイプらしいね、それで一緒に乗ったんだけど、まず地面見えるんだよね、カカ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 ってジェットコースター上がってる時に地面見えて、僕はさ下の人がめっちゃ手振ってくれるから僕もさあーいって手振ってたの、ブンブンって行ってきますみたいな手振ってて、でコロさんはもうさ手も触れないままやばい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 って言っててやばいやばいやばい、おかゆこれ怖いんだよこれ怖いんだよこれ怖いんだよってずっと言っててでカカ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 って上がって、はいついに降りますってなった時にコロさんはもういやーいやーってもうずっと言ってて、で僕はさなんか絶叫系割と平気っぽいのか、コロさんがあまりにも叫んでるから怖さ薄れたのか分かんないんだけど、なんか僕は普通にちょっと喋ってたっていう横でコロさんがいやーって言ってる時に、僕は横でああでもなんか早すぎて景色の把握が追いつかないねって、速度に対して脳みその処理が追いつかないから今どんな景色見てるかわかんないねってコロさんに話しかけてて、コロさんは横でいやーってずっと言ってましたって言って終わりましたね、ダイナソーは。うん、あー面白かったね、でも早すぎてびっくりだったよって言ったら、コロさんが話しかけてくるんじゃねえって言ってたジェットコースター乗ってて誰が話しかけるんだよっておかえりのバカって言ってた初めてだよ、こっちはめっちゃ怖いのに隣に座ってるやつはなんか冷静だから怖いのか怖くないのか分かんなくなってくるだろうがって言ってた